今ホッとしてます。なんかこの辺がグーってなる感じがずっとあって、はい、ちょっと大丈夫かなと思ってたんですけど、結構ブルペンで手応えを感じてたところも出せましたし、特に変化球が良かったので、はい、それをもっとこれからも続けていきたいなと思いました。まあ、無事に投げられたことが、まあ、まず一安心したことと、まあ、やっぱチームも勝ってたのでやっぱ嬉しいですね。はい。やっぱり皆さん振りが強いなというか、一個させたかなと思ってもぐるっと回ってくるみたいな。振ってこないボールはちゃんと振ってこないですし、本当に甘いところには投げられないっていうのは今日、まあ、2イニングだけなんですけどすごく感じました。グローブ当たりました。よかったです。無事です。生きてます。いや、まあそれこそ試合前すごいなんか変な感じだったんで、僕がずっともうああみたいになって、で駒子さんにも、まあ、俺がいるから任せとけみたいな、駒子さんに救われました。安心して、はい、投げれました。アマチュアと違ってやっぱすごい緊張感がある中で、まあ、2人とも投げるっていうあれだったんですけど、まあ、2人で、まあ、とにかく頑張ろうっていうので試合に向かいました。自分はそんなにする方ではないんですけど、まあ、庄司がちょっと緊張、まあ、してたと思うんですけど、まあ、大丈夫や頑張ろうっていう声をかけて一緒に庄司と頑張りました。本当ですか。よかったです。そう言っていただいて嬉しいです。まあ、やっと始まったところなんで、まあ、これから社会実践でより経験を積んで、まあ、もっと長いイニング投げれるようにやっていきたいですし、まあ、その、まあ、いい流れを自分で作って開幕までいけたらいいなと思うので、しっかり頑張りたいと思います。まあ、本当にこれからが本当の戦いというか、シーズンを通して勝たなきゃいけないので、自分の持ち味をしっかりアピールしてバッターに向かってチームの力に貢献できるように頑張りたいと思います。YouTube YouTube 登録してね、楽しいイーグルスのチャンネルなんだよ。 YouTube YouTube 登録してね。